粘末製剤、木質ペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC測定、群馬県産材をはじめていたします。木材販売並びに今日頼むと翌日届くカタログ通販業務資材、ファーストリフォームの福島商店です。昨日からの雨が引き続きですね、降っていまして、今日は1日、雨という予報の群馬県出荷地方です。6時もありましたけど、ご覧の通りですね、どんよりとしていて、まだ薄暗い、感じがしてですね、通常ならばそろそろですね、東の方から、明かりが出てくるわけですけども、今日は全くそんな気配がないという感じです。で、今日の方もですね、一桁台というような予報も出てますので、今日は1日雨、そして寒さの対策をしっかりとしてですね、風などいかないようにしたいやりたいと思いますし、そうしたいなと思います。で、最近ですね、ちょっと私たちの業務の中で、地味に増えてるなと思うのは住宅の測定業務かなと思います。特に気密測定ですね、こちらの方の、ニーズというか、ご要望が増えてるなというふうに感じております。やっぱりこの目に見えてですね、その、価値というか性能を知るっていうのは非常に重要なことなんだなというふうに思います。で、住宅の気密測定に関しまして何かございましたら福島商店までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。